チャオ、ゆりこたえがです。皆さんこんにちは。今日は名古屋でバイクのイベントに来てます。ちょっと雨なんですけど頑張ります。で、今回せっかくもうバイクのイベントなので新しいコスプレをしてみました。ジャンヌダークの FGO のレースクイーンバージョンをやってみました。どう？似合う？このクレーバルウォルフ、クレーバルウォルフの PR のお手伝いに来てます。かっこいいんじゃない？このカオルを作ってる会社なんですけど、このコスプレともすっごくで合ってて、もう嬉しい。で、めっちゃかっこいい。ちょっと乗って、ちょっとね、びしょびしょなんですけど、びしょびしょなんですけど、乗ってみる？ゆりこたえがです。皆さんこんにちは。今名古屋で楽しんでます。今日は一日ホップだったので、ちょっと観光的なのことをしたいと思います。見て見て、お城の上に金シャチがないがないんですけど、実はそこにあります。あそこキラキラしてるなんですけど、今回スペシャルで近くに見れます。あー、ラッキー。すごい、めっちゃ近いんだ。めちゃめちゃ近い。あ、いいね、撮れた。イエーイ、よいしょ。これは忍者ニコマンです。見て、かわいい。ピンクだし、かわいい顔してるね、これ。ふわふわだ、おいしい。ピンクだね、なんかもう。面白い、ニートピンクマン、いいよね。これはみそかつなんですけど、あんまりみそかつっぽくないですね。でもいただきます。うん、あ、でも味が、みそかつ、おいしい。いいね、外で食べるのは。桜もあるし、最高。ビューがいいですね。めっちゃ綺麗。
じゃあ今メンチカツとクロッケを頼みました。すごいサクサクそう。ではこれでいきたいと思います。うん、うん、おいしい。あ、熱そう。うん、あ、めっちゃサクサクするね、外は。でも中身は超柔らかい。なんかやっぱり東京と違ってアジと脂が濃いです。濃いアニメとトランシン版だったからちょっと買いました。こちらです。またファイナルファンタジーのエアリスが今すぐつけたいと思います。キズナアイです。かわいい。ないからこれ買ったナデシコちゃんです。かわいい。ちょっと安いやつなんですけど、だってナデシコ大好きだった、ちっちゃい時に。いや、ちょっと楽しみです。はい、満足。ちょっとタフの気持ちはもう楽になりました。では私の大好きなのナポリタンを食べてみたいと思います。私はね、もうイタリア人ではない、もう日本人なんですよ。私のパスタが大好き。ナポリタンと言われると言うとイタリア人からブロックされたり言われたりとかするから、もうでもそれは気にしなくて、もうマジでよかった。これこれ卵もかけてるね、すごい。ご覧ください。あ、熱い。うん、うん、うまい。ペボアだ、やめよ。ちょっと待って、美味しい。オースの湯村お団子を食べに来ました。美味しそう。いただきます。うん、美味しい。あ、味濃いね。うん、なるほど。味はね、ちょっと違うの。なんで説明すればいいかな。でもちょっとソルティな感じはする、甘いよりは。超美味しい。うん、夢みたい。これを食べながらオスにいるみたいはずっと夢だった。美味しい。で、こちらで絞っていきます。すごい。おー、すごい、こんな感じになるんだ。美味しい。甘い。桜の味する。めちゃめちゃ甘いな。やばいやばい。私にとってすっごく大事な場所で、なんでか分かりますか？実はここに私の初めてドラマの出演しました。金の殿と CBC 名古屋テレビの、ドラマなんですけど、私はローザを演じしてて初めてのドラマだったの。超嬉しかった。それは2016年。あ、もうこんな久々だな。いや、まだ
またドラマに出たいなってすごい夢まだあるので、ちょっと今回祈りをしてみます。なんかここに来てすごい懐かしい思い出。いやー、はい、着きました。私の大好きなの山ちゃんです。わーい。これはね、この店はね、外国人の中にも超有名なんですよ。で、やはりもう名古屋といったらもう山ちゃんしかないんですよ。だから今日はいっぱい食べたんだけど、もっと食べたいと思います。入りましょう。許可ももらいましたし、レッツゴー。はい、正解の山ちゃんといえばこちらです。あー、見たことあるでしょう。これ超有名なんですよ。美味しそう。楽しみです。来ましたー。すごいいい匂いする。で、私は頼んだのはこの山ちゃんサワーです。わー、山ちゃんもいますね。で、これはソース、黒ソースの味するのやつと、まあ、これの、一番有名らしいの、幻の手羽先でございます。まず反対側にして、おー、衣をまぜて、で、これは外側で、あー、うーん、おいしい。うん、いやー、うまいですね。いやー、最高うまいです。うん、すごいスパイシーだし、ちょっと辛いなんですけど、なんだろう、すごい味が濃くて一番好きかもしれない、これ。うん、美味しい。これみかん、ゆず、さっぱりするね。ちょうどいい。これを食べると辛いからちょうどいい。めっちゃさっぱりするね、気持ちいい。はい、次はソース味でいきたいと思います。いかした。甘い。うん、甘くて美味しい。ちょっと甘辛いかな、これ。めちゃめちゃ美味しい、これ。なんか名古屋の味がします。名古屋の味ですね、これは。最高。難しい。ちょっとどっちが好きって言われると、これかもしれない。なんかこれはすごく特殊。これだと食べきれないじゃなくて、やめられないんですよね。これを食べるとずっと食べたくなる。でもこれもすごいし、なんか名古屋の味するから、なんか好き、なんか味噌とか好きだったらこれ絶対美味しいなと思います。今もものすごい食べたいです。山ちゃんは名古屋のお店なんですけど、実は日本は60本ぐらいがあるんですよ。すごい、どこでもあるので、まあ
その外国、まあ、今コロナなので、コロナが落ち着いたら外国人ここに行きたいだったら、名古屋だけじゃなくて他のところもあるので、ぜひ調べてみてください。もうすごいものすごく美味しいので、ぜひチェックしてみて。È davvero buono, dovete assolutamente provare a mangiarvi.